久保さん。どうすか最近。まあ、久保さんも感じてると思いますけど、その、まあ、どう考えても感じざるを得ないですね。当時何千回回ったけど、今は全然回らないじゃないですか。僕もね、平均値落ちてるんですよ。うん。だから何すかね、YouTube のなんか変わったかもしれないですね。 なんか全体的に、まあ、ちょっとの差ですよ、2 3 0なんですけど、まあ、そもそも数が少ない僕たちの2 3 0って大きいので <laughs>、なんかね、なんか伸びないですね。だから多分ね、おすすめというかその、なんか出なくなりましたね、多分おそらく。今、YouTube ってそれどれだけおすすめに出るかが結構キーなんですよね。 どれだけというか、どれだけその、こう、出してくれるかっていうところですよね。多分その、ラほ結構その、ライバルが増えたからシ、ショート動画が増えたからかな。そこにそう持ってかれたのかな。まあちょっとわかんないですけどね。なんかね、最近、昔、昔っつっても数ヶ月前なんですけどね。うん、だからショート動画が収益化になってからかな。そのメインの動画のその再生数が、なんか割そんなになんですよね。 うんまあでもね音声対談とかのやつは100いくかうんあでもこの前100いってるなうんそうはいまああのまあいろいろ変化ありますからねその変化に対応していかないといけないですから僕毎日ショート頑張ってますよ頑張ってるというか、まあ、頑張ってないですけど <laughs> まあ15秒ぐらいですからね 思いついたらパパってやるっていう感じで。でも、スマホでできるんで、あのー、すごいいいっすね。で、しかも喋んないんですよ、僕。まあ、久保さんもショート動画喋んないやつ多いと思うんですけど、楽じゃないですか。だから、気がついたらやれるので、しかもスマホ完結じゃないですか。あれはあれでいいので、うーん。まあ、ね、今やっぱショート動画も、あの、ニーズはあるっちゃあるので、ショートはね、ちょっと回りますね。 うん、そう。ショートは、まあ、平均値、これどれぐらい平均、平均にすると、400、500なのかな平均にすると。うん。なんかね、ショート動画も、なんか2000回、その1900とか2000ぐらいのこの壁みたいなのがありますね。なんかやってるんですけどな。なんかね、2000以上なかなかいかないっていう。うん。 うまあでもねあのアナリティクス見てるとショートやったことによってもう新規のお客さんにリーチだいぶいってるのでまあいいかなっていううんう、はい、まあ時代は変わってるんで僕たちも変わっていかないとまあ久保さんは変わらなくてもいいと思いますけどね <laughs> もうコンテンツビジネスが主じゃないですから、うん、僕はあの商品売って生計立ててるのでまあちょっとこういろいろと 模索していきますいってらっしゃい